どうも皆さんこんにちは。高校野球大好芸人上条剛志でございます。さあ、セノンプレゼンツベースボールペディア4月の党員学園コラボ企画に引き続きまして、今月も私担当させていただきます。よろしくお願いします。さあ、早速ゲストの方紹介したいと思います阪神、えー、タイガース、そしてオリックスヤクルトでも大活躍されました。浜中修さんでございます。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。

ええ、み高校から、そしてタイガース、タイガースでも大活躍されてということで。大活躍もしてないですけど。いやいや、本当に、そんな大活躍ですよ。僕らやっぱり、あの関西出身なんで、これはもう、あの浜中さんの応援歌をね。あまた、かっこいい応援歌じゃないですか、浜中さんの応援歌って。そうです。二回やったんですよね。なん最初のやつと、そうですよね。不死鳥のやつと、二つあるんで。あのね、不死鳥のやつがね、もう、僕も好きなんですけど。すみません、あの。 実は僕あの京都の方でラジオをやらせてもらってまして村木賢治さんとやらせてもらってるんですけどその時にですねあのー、素人参加型のコーナーがありまして、はい、<laughs> そのコーナーにもう何年も20年近く毎年ずっともう毎回出てくるぐっさんというリスナーの方なんです <laughs>、はい、リスナーの一リスナーの方なんですけど、はい、その方が浜中選手の大ファンで。はい 絶対に濱中さんの応援歌を自分で叫んでからじゃないとラジオに入れない非常にややこしい素人なんですけどそれ言わないと喋ゃなれないそうなんですだからグッサンですから「グッサン行こうぜ!」って僕らが言うたらもううわーって声もね出てないんですよ。 どうも、ぐっさんです。ぐっさんいって。素人さんちゃうんじゃいます。いや、一応素人なんですけど。トレンドさんっぽいですけど、出方が。ね、どうお願いします。いや、ぐっさん、そっからね。毎年このくだりをこうやりながら。ぐっさん見てくれてますか。あ、喜ぶ。ぐっさん。いや、さっきも、実はあの。森脇さんとラジオ終わりで、ここ東京をこさしてもらったんですけど。森木さんに、今日、あの、浜中さんと。ご一緒させてもらいます。つったら、森脇さんが。 グッサン喜ぶ。今日リスないから。グッサンの名前よく出てきます。いやいやグッサンはちょっとすいません置いときまして。まあ浜中さんってやっぱりタイガース。はい。タイガース大活躍されたということで今タイガースがもう最高じゃないですか。強いですね。むちゃくちゃ強いですよね。ちょっと出来すぎ怖いぐらい強いですよね。正直はい。ちょっとなんかあの二十勝ももちろん一番乗りでしたけど。はい。 4月で乗乗りりままししたたよね乗りましたねあれはなんかタイガース史上でも最速っていうそうですねそれぐらいのこう勢いでこう勝ってるわけなんですけどちょっと出来すぎかなって思いますけど、はい、やっぱりでもあの佐藤の存在ってやっぱ大きいですね、はい、いやこれもまたねこの関西出身の、はい、また西宮の地元というのがそうなんですよねだから佐藤が打つことによって。はいはい 1年目でバン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 打たれてねその周りが打たないわけにいかないじゃないですか、はい、やっぱりなるほど先輩の意地としてそういうのが多分ね結構やっぱチーム内ではあると思うんでは<ー>そこでマルテサンズ大山のその辺の頑張りよっていうのが、はい、このいい成績にはつながってると思いますけど、はい、ねえあの外国人も罰当たりじゃないですか、うん、もうそうですね。で<え>ロハスにも一発出ましたし出ましたね。 ちょっともう20打席ぐらいノーヒットでおおでもねロハス選手がまあ持ちましたけど、はい、この間、はい、打たなかったとしてもね、うん、そんなもう一番から止まらない打線じゃないですか今そうですねだから今もどこでも点取れるんですよ上位近本も当たってきましたし、ね、後ろの梅のこの中野っていうのもまたいい働きしてくれてるんでそうなんですよねどこからでも点取れるっていうのは2003年と同じような形だと僕思ってますね、はい 山中さんが大活躍された年、はい、あの時7番矢野さんでしょ、はい、8番今サルミコーチャーしてる藤本コーチが3割売ってるんで 中野も今3割近くやっぱ売ってるんで藤本さんは僕も兵庫県でここ藤本世代なんです同い年もあるんでもうすごい「おおや明石のこや!」と思いながら「育英のの藤本頑張れ」みたいな藤本さんがそうか8番で3割あの時福矢さん7番で20発ぐらい売ってるでしょで6番に有ア続いて片岡さんに出てなったらやっぱもう出せないですね のつながり方を見るとその時にすごく似てるなっていうのは思いますけどもね。はい、でもその時って2003年って前だ、まあ、開幕からね、はい、浜中さんがまあ予番で入っりましたよね。でうわーっていい調子でこう行ってて、はい、でけけがあったんですよね。けがありましたね。ねえー、5月の途中ぐらいですかね。もちょうど今の時期ぐらいですか。今の時期ぐらいですね、うん、本当に。 めめちゃめちゃゃだってあれ打点結構突っ走ってたんですよ突っ走ってましたよねいいところで打たせてもらってたんですけどだって3番が金本さんでしょそうなんですよ3番金本4番浜中ですよそれでねはい聞いてほしいことがあるんですけどはいちょっともう,もうい、まあ、大体か開幕前ってあの、はい、決起集会みんな一軍メンバーが集まって、はい、これから1年間頑張っていこうなって食事会するんですよ、はい、2>, 2日前3日前ぐらいですかね、ええ でその時は開幕横浜だったんで,、うん、で、横浜の近くのお店を貸し切ってやったんですけど、はい、その時にあの金本さんに「横浜、はい、ちょっと来い」って呼ばれて「何、はい、すか?」お前明日から呼ばへんの」俺が全部チームバッティングしてやるからあとは全部お前が返せ」って言われたんですよ。はい、実際に言われて、 金本さんから金本さんから俺全部もうチームバッティングしてやるから4番のお前が全部返すよそれぐらいの気持ちであれって言われて、はい、そこでも余計に僕緊張しても,でも <laughs> それ <laughs> でもそんなめちゃめちゃありがたい言葉ですけどち<の>ちゃくちゃくプレッシャーです、ね、プレッシャーかかりましたねそれ逆に金本さん僕打たしたくないんですかっていうぐらいの <laughs> <laughs> とい<う>戦略ですかみたいな感じでプレッシャー与えられて、はい、それがすごくやっぱ印象残ってますね それでもなんかやっぱりあの時金本さん、本当につなぎ役もされて、はい、で浜中さんにつないでがあってのこの打点をこう積み重ねていったっていうのはプロを辞めて初めて聞いたんですけど、はい、金本さんが、お,はい、マお前な4番打ってたの俺のおかげやぞって言われて最初は星野監督があの金本さんに4番打ってくれて頼んだみたいで。 星野さんはもう,、ね、もう金来てくれということで,、はい、で4番任した、はい、いやでも,もう来たばっかりで4番もあれなんで、はい、誰か今若手期待してるやつを4番すあの置いてあってくださいっていうのが新しくて、はい、でそれで僕の4番が決まったんですだから僕は自分の力で勝ち取った4番じゃないなっていや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 でもやっぱり星野監督とその金本さんが、はい、じゃあ誰ってなった時に上がったのが浜中さんなわけじゃないですか。うん これはでも勝ち取ったものかもやもう金もさんそれまたもういやらしく言ってくるんですよ金本さん俺のおかげやぞって引退してからの人生なんか長いですから僕勝ち取ったと思ってきたのにそんな感じで言われなくても毎年俺が4番打たしたよねみたいなそうそうそう言われて俺のおかげやぞってお前4番打てたのはっていうのを感謝しろよみたいな感謝しろよって言われてあそうだったんっていうのを改めて知ったんですけど いやーでもそ2003年の匂いがする今のこの2021年のこのタイガース打線、うんねはい、まあその中でもこのその時は浜中さんで今のこの6番からね、はい、この大山さんがちょっといなくなるな時にどん、はい、とこう佐藤輝明さんがこれどうですか、うん、6番ずっと打ってていい感じだったじゃないですか。はい、あそここで、まあ、大山さんがいないなって中こう 佐藤選手を予番にするっていうのは浜中さん的にはどうやったんですか心配とかなかったですか？え全然いいと思いますけど。そうなんですね。ああの佐藤っていう選手はもともそういうの気にするタイプじゃないと思うんですよ。そのいろんなことに対しても、はい、そのプレッシャーを感じたりするのタイプじゃないと思ってるので、はいはい、どちらかというと堂々としてるんですよ。でもな,な,、はい、なんで僕それ思ったかって言ったら、はい、そのキャンプとかでキャンプ僕初日 見に行ったんですけど、はい、沖縄に、はい、で、みんな集合してる中で一、ええ、人一番最後にあの選手に出て行ったんですよしかも普通だって慌てるじゃないですかみんな集合してるのにいやそれちょっと焦りますよね焦りますよね普通焦りますよね焦りますありますごいこう、うん ななんんんてていいううすすか、かそででよね、それでだって活躍してなかったそのこともたぶんかれますよねそうなんですよお前1時がバンじゃあかんやないかと、はい、あのキャンプの時からそんなことしとったんちゃうんか、うん、みたいなことをねでまたキャンプ中の練習見てもうまいこと抜いてるんですよこ,こういうのね <laughs> なかなか1年目の選手できないですよ全力でやるっていうのが普通じゃないですかいやそりゃそうですよいやでもねうまいこと抜いてるんですよ <laughs> 見てるとあ そういうのを自分のペースでできる選手なんで僕は思うように何番打とうがあまり関係のないタイプかなというふうに思いますし確かにホームラン打って Z とか Z とか1年目でねドラフト1位でね何をしとんね君はって活躍するからねみんなもやるじゃないですかて真似しそんなできないですしまず4番初めて打った甲子園の試合 で、広島戦だったんですけど、はい、ピッチャー野村から満塁ホームラン打ってるんですよ、その一発で試合決めるっていう、はい、4番入ってすぐ、はい、そうやって、ね、ホームランでチームを勝たせられるっていうことが、はい、僕はやっぱり波のルーキーじゃないなっていうのは思いましたね,ねえ。なんかこう言うたらあれですけど、なんかちょっと今までのなんかタイガースっぽくないような選手のようにも思うんですけど。今までとあれだけの飛距離と スーパースター性を持った選手っていうのはなかなかいないと思いますけどもね飛距離がちょっとねもうあの横浜スタジアムでしたけど、ね、しかもあのレフトの方は俺見たことあるんですけどライトの方の上位です、ね、だからちょっとあレフトのポールギアとか、はい、ライトのポール際ならあるんですけど、はい、一番宇宙間深いところのそうですよね <laughs> あれはちょっとどぎも抜かれましたねちょっとあのパッティングっていうのはねえ<ー> 他の選手とはは違ううななっていう感じはしますけどもねなどなんかこう、まあ、素人目で分からないその技術的な部分っていうのはこう、まあ、右左で違いますけど、はい、ここがいってとかあるんですか、えー、僕佐藤が悪くなる時ってインサイドをかなり意識させられた時って、はい、あのバッティング崩れていってると思うんですよ、はい、ボール球振ったり、はい、あの強引に振りに行ったりっていうのはあるんですけど、うんうん、別にインサイド詰まっていいわと思って多分今振ってると思うんで。はあ 逆方向にも飛ぶっていう自信があると思うんですよ、詰まってでもホームラン打てる。いや、詰まってのホームランとかありますもんね、はい、本当に。インサイド完璧にバッターって打とう,、はい、打と,うとしだすと、体が早く開いてしまって、バッティングで崩れていってしまうんですけど、はい、佐藤って、そうなる前に自分で修正するんですよ、はあ,あこれじゃあかん、やっぱり別に詰まってもいいわ、逆方向へ打っとけばいいわっていうふうな強引なバッティングをしなくなってくるんで、<ー>今、そういうところがやっぱり、好調の原因にはなってるとは思いますけどもね。うん なんか、いやあれ、あんだけすごい、どれぐらいオープン戦でね、すごい、うん、これこ、れすごいぞ言うてて、いやいやいや、もう、ふた開けてみんとわからんって、もうわからん言うてて、ふた開けて、よりすごかったっていう、そうなんですよ、だから、まあ、本当に意味ではこれからだと思いますけどね、疲れもやっぱり出てくる時期だと思いますし、なるほどま、またどんどんインサイドっていうところ、れると思うんで、マークされて、だから今、ホームラン10本ですかね、はい、打ってるんですけど、はい 8本が変化球ななんんでですすよ、はあ、ホームラン打ってる割合の変変化球なんです、ね、変化球球ねばっかり打ってるんで、はい、これがまっすぐをまたどん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 攻められた時にどうなるのかなっていうふうにはまっすぐホームラン日本しか打ってないんでなるほどそういうところでの不安感も僕らやっぱありますね<ー>今度から交流戦始まるんですけど、はい、交流戦はパワーピッチャーがやっぱ多いんでパ・リーグはねパ・リーグはだからそういう意味で,そ,でそのストレートを打ち崩せるかなっていうのは ちょっと課いやでもあの本んとにこう見てて、まあ、三振もするんですけど、はい、なんかその三振のねあスイング見てたら、はい、あれ次は当たったらいかれんちゃうのっていうね、うん、その相手ピッチャーに三振でビビらせるバッターみたいなね。ね与えさせられてるような。 見てるとでも今年なんか本当にまず100個以上まずしますよ、はい、もう下手したら150個ぐらいするかも分からないですけど、はい、三振を、はい、気にしたらダメですそんなの気にしだすとバッティングってやっぱちっちゃくちっちゃくなっていってしまうんで、はい、まあこれはコーチの方も絶対分かってると思いますけど、はい、それに関してはなんぼしてもいいよ、はい、その代わりフルスイングは絶対やらないといけないよ1年間はっていうふうな。 感じにはなってくると思いまますけどねまあちょっと打率が下がったとしても別にも一発でそももう30本以上打ってくれとそのまま慣れて2年目、3年目になってくるとその率って多分絶対上がってくると思うんでど,んどちらかというと本当松井秀喜さんを思い出せるようなワクワクしますよねあの飛距離といいねやっぱり、えーうん、ちょっとびっくりしますね。なんか、あの似川学院というと出身で近畿大学で花咲いて行ったじゃないですか。はいはいね、僕 二川学院の、その当時の部長さん、昔から知り合いで。あ、そうなんですか。はい、で、はい、佐藤君の話なんか、聞いたんですけど、二、はい、川学院のその後者の。三階のガラスを割ったらしいんですよ。はい、で、それって、その野球場から百二十メートルぐらいあるらしいですよね。ああ<ー>。球場。はい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 。ね、先生すいませんって職員室に、謝りに来て、ガラス割っちゃいました。で、野球部の部長さんが。 お前またたたた遊遊んんどったのど遊んどっこでボケみたいないやあのホームベースのとこから、はい、ホームベースのとこから <laughs> <laughs> お誰投げ取ってんっ言ったら「いや置きィです」オキティで <laughs> 置いたやつ神野さん思わずね「ナイスバッティング」って言ってしまったんで <laughs> <laughs> でもそれぐらいのやっぱり今までないことやからもう。ありえないですよねねすすごいですねそれはね。 楽しみですよね。だから、ここからまた今シーズンもまだね、長いですから。から正直ホームランをやるんじゃないかなって思わせるような。今ちょっと楽しみさえも、やっぱあるんでまあ、だから、その佐藤選手に、この引っ張られ、引っ張られたら、あかんのですけど、そのベテランも負けてられへんっていうので。相乗効果がある。相乗効果あると思います。僕、あ、まあ、とは、やっぱ梅のですね。あ、やっちゃうの。梅ので固定できてるっていうのが、やっぱり。 一番いいことだと思いますね。キャッチャー固定してるというところ昨年はやっぱり開幕 3, 3試合あったら3人変わっていったじゃないですかで,でかそこからもう、はい、梅野行ったり坂本行ったり原口行ったりって、はい、もうピッチャーもねこれって戸惑うと思うんですよ難しいですよね<で>矢野監督結構あの坂本好きですもんね坂本の配球がやっぱ好きなんですよねそうなんです、ね、で矢野監督よく言ってたのは、はい、その、えー、坂本の年齢で、はいはい、自分はあれだけ考えれてたかなと思 自分がキャッチャーとしてそこまで考えれてなかっただからあいつはすごいって言うんですよ常に根拠を持って配球してるただ単に出してるだけじゃなくてしっかりとそこに根拠があって配球してるから俺はすごい認めてるっていうのはずっと言ってましたねやっぱ矢野さんも買ってるんですよねそこで買ってますけどねこれ今年梅野出さなかったこれ FA なんですよね FA も取得しましたよねもうあの梅野がですか そうかもう、もうそうなります、梅野さん、ねもう梅野。この間、ね、ようやく取ったと思うんで、<ー>これ、もし出てなかったら、出られたら困りますよね、梅野が。そうですよね、まあ打率も、どれぐらい、今、2割5分、6分ぐらいですか、5割超えてるんでしょ。だから、それもね、やっぱり、佐藤がね、やっぱり、打たなかったあと常に打ってるんですよ。だから、佐藤をなんとかしてあげようっていうの、周りもね、やっぱり、そういうのも、打たなかった時にっていうのもあるんで。すね、これ 今んとこいや本当にだからいろそういう意味で本当こうチームは一つになって、はい、なんか向かっていってるなっていう感じはしますけどね。どうですかこの二遊間がまたちょっとパチッとちょっと決まったみたいなとこも。 センターライン。そうですね、まあ、今、糸原がね、ちょっと、手が、手が、で、抜けてるんですけど、やっぱ中野が出てきたってことは、やっぱ大きいですね。雲ね。もう、よく打ちますね。開拓しましたよ本当に。雲ですよ。今年のドラフトって、やっぱ。成功じゃないですか。大当たり。ですよね。伊藤もそうです、ピッチャーの。あ、左。伊藤、佐藤でしょう。はい。で、中野でしょう。で、石井大地も、まだ上がってきましたし。 そういう海外の選手がこれだけ活躍してくれるってやっぱ嬉しいですよね。嬉しいですね。はい、あと東洋大学出身の村上昇貴というねピッチャーが知弁,弁学園で優勝したらピッチャーですよね。優勝あの2016年の選抜優勝投手で。ですよね。これ本当に花江さんすみません個人的なことなんですけど僕はあの出身が淡路島で、はい、淡路島の後輩なんですよ、はい、村上が。そうなんですか。はい。 だから近本と一緒で一緒にやってたんですよね実トリオそうそうなんですそこがつながるところで近本選手村上選手とかまたちょっとあわまた言うたら兵庫県の地元のね選手がまたこうやってこう上がってきてさすがこう小野球の栄誉知ってますね大好きでね大好きでもうなんかもやのさんも噂に聞くとちょっとすごい欲しかったみたいなねこともなんか。 噂で聞いたんで、はい、頑張ってほしいなと思うんですけどね淡路島からこれだけね頑張ってくれてたらやっぱ嬉しいんですよ、ね、だから近本選手が入ってでその次、まあ、阪神じゃないですけどオリックスにあのこの間初セーブを開けた村西亮太っていうピッチャー近畿大学から、はい、彼も実は淡路島出身で そうなんです今、淡路島暑いんですよ、野球も、野球暑いですね、村上が来て、今年も誰か入らへんかなとかって、ちょっとね、立命館にもう一人、村上やいうええピッチャーおるんで、そうなんですか誰かちょっと楽天の愛嬌スカウト行ってくれへんかな、なんか、関西担当の人、誰かおらんかな、誰でもいいんで、行ってほしいなとか思って、淡路も暑いな、いや、ちょっとね、あるんですよ、い。今日は、新興ジンである、セノンスポーツゼロに。 コビクラブベースボールペディアで、えー、ここを使わせてもらってますこんな施設もあります疲れたあとは酸素カプセルで癒しましょうじゃあね <laughs> 一社だわセノンスポーツゼロにスピードガンが導入されました 101! 111ピンピンピン。